どれぐらいのペースでウォーキングをされていますか？とにかく距離を歩くなんていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ウォーキングに慣れたら歩きの質にも注目してみましょう。どれくらいしんどいかを測る目安に脈拍数を測定する方法があります。運動はしんどすぎても楽すぎても安全が保たれなかったり効果が薄れたりします。ご自身の脈拍数を測定することで適切な運動強度を測ってみましょう。人差し指、中指、薬指の3本を手首の内側の動脈に添え15秒間測定します。これを4倍したものが1分間の脈拍数となります。さあやってみましょう。どうですか？うまく測定できましたか？じっとしている時の脈拍数は1分間に60拍から80拍と言われています。運動中の目標となる数値はテロップをご覧ください。ただ体調や個人差に大きく影響しますので、あくまでも目安としましょう。ウォーキングは1日30分程度、週3回くらいからスタートしましょう。連続で30分行わなくても10分を3回に分けていただいても効果は大きく変わりません。ご自身に合った運動を継続してみましょう。